コロクジンは台湾で設置されている歩行者用信号機の愛称。正式名称は、公人等数刑事検事機、すなわち、歩行者用、カウントダウン式信号表示装置。上下に分割で、上段の赤信号は、青信号時に赤になるまでの秒数をカウントダウンする。これは、日本の大阪市で導入されている、赤から青までの秒数をカウントダウンするものとは逆であり。 下段の青信号は赤になるまでの間に小人が7段階のアニメーション表示で動いている様子を演出している。この青信号枠のアニメーションキャラクターによる信号機がコロク人と呼ばれるゆえんである。東ドイツのアンペルマン元々は旧東ドイツの交通心理学者カール・ペグラウが発案し1961年に東ベルリンで導入された 赤い小人と帽子をかぶった緑の小人の信号機、アンペルマンが発症。赤は通行禁止、帽子の青は通行可能を意味し、歩行者横断用として使われた。なお、東西統一後の2000年代以前に、東ベルリンを含むドイツ各地で導入されていたアンペルマンは、旧西ドイツの図柄に変更される予定だったが、中止された。アンペルマンは、 固定姿勢でアニメーションではなかった。1998年、台北市政府は国外の事例を参考に歩行者信号にカウントダウン機能を追加することを検討。市政府交通局と中華信号協会加盟の複数の民間企業による共同でアニメーション機能の実装が開始された。これは中華民国交通部の定める信号機設置規則を満たし、 歩行者の視認性を高め、世界的に現在も主流となっている歩行者信号の赤が停止、緑が進行表示方式に加えて赤に変わるまでの秒数をカウントダウン式で知らせるだけでなく信号機の小人がディスプレイ内を走る動画機能が追加された。平東市の古六人はカウントダウン終了直前に前傾姿勢から加速する。 台イペ政府が試験導入した歩行者信号機は以下の規格に基づく。7コマの異なる図案を組み合わせ、人の目の視覚現象を利用して、小人が走っているように見えるアニメーション演出がなされている。小人の移動速度は低速歩行と早歩きの2段階で構成され、交差点の制御装置により青信号になると低速で歩行を始める。 カウントダウンの掲示が一定秒数以下になると小走りに加速し、残り10秒で点滅を繰り返しながら小走りになる。青信号の時に赤に変わるまでの残り秒数を整数で表示する。通常は56人のアニメーション開始と同時に2桁の固有秒数から0まで1秒ごとにカウントダウンを開始する。2桁を超える数字を表示させる場合は99秒前までは、 コロクジンだけが動き、数字部分のディスプレイは消灯している。途中で点灯し99秒からカウントダウンを開始する。6と9は同一設計ではなく、6の左上と9の右下の縦線が点灯しない。青信号時は数字も青文字に、赤信号時には数字も赤文字となる。赤信号時は上段のカウントダウンに表示を画面で静止した赤の小人、 証拠人は横断禁止を知らせる。青信号時に古録人を表示していた下段では何も表示されず、画面自体が消灯状態となる。近年では LED 信号機導入に伴って下段でも赤信号が青信号に切り替わるまでの残り時間をカウントダウンする改良型が対中市、消火券、ウリン券などで導入されるようになった。 1998年末から翌99年3月にかけて台北市政府は国府記念館や台安森林公園、映画館の移住影城付近に基本設計は共通で、細部仕様はそれぞれ異なる3機のカウントダウン式歩行者信号を設置した。信号機は民間企業の無償提供だった。1999年初頭に市政府で選考が行われ、 松里市児と松久市児の交差点に設置されたものを採用することを決定した。同年3月18日に当該交差点のものが正式供用され、それをベースにした統一形式を市内の既存信号機と交換することになった。2003年までに台北市に全線364カ所に設置されていた従来型のうち1139カ所で交換が、 完了した。2010年には新設分を含めて2100箇所を超えた。中華民国交通部でも道路標識設置規則を改定し、全国的に法的根拠を伴う正式な歩行者用信号機となった。台北市で普及が進むと、新北市、桃園市、台中市、台南市、高尾市などの他の大都市にも広がりを見せ、庶民生活に定着していった。 その独特の設計と目新しさが初めて包帯した外国人観光客の印象に残る広告効果を生み出し、日本やドイツ、米国のメディアが取材に訪れるようになった。そして2014年12月23日に交通局は1号機が設置された松久市寺と松里市寺の交差点に中国語と英語の2カ国語で解説文が書かれた。 コロクジン誕生地プレートを設置した。大見景駅の構内信号機かつて2010年頃に、昇華県の台湾鉄路管理局昇華駅には、ホームの発車案内表に設置されたことがある。その後、キールン市の大鉄中間線七戸駅では、京城駅舎による構造上、駅構内の視角が多いためプラットホームから離れた場所でも、 発車状況が確認しやすいように2016年にホーム詰め所の駅員が手動操作でコロクジンを表示させるタイプの案内表示器が設置された。また2018年12月に開業した新北市のライトレール路線のいくつかの駅では校内通路が軌道平面を横切るためにホーム上にコロクジンを設置している。カップル型コロクジンを披露する平東県庁の班、 タケシヤス2018年、平東県政府警察局は、バレンタインデーを控えた2月13日に3段式のものを試験導入した。最上段の赤では、コロク人がひざまずいて、ガールフレンドにプロポーズし、再下段では、プロポーズに成功したコロク人が彼女の手を引いて二人で歩く、演出のものだった。その後、母親節を控えた同年5月9日には、 最上段の赤に妊娠した妻が青信号には子供と三人で手をつないで歩く演出がなされた新バージョンが登場している。なお、本格導入に際して必要な交通部の審査はその時点で通過していない。高尾市では節電のために導入した LED 式で緑と黒が反転した小黒人が一部で採用されている。 2007年1月には、世界初の自転車道専用アニメーション信号機、緑騎士が、平東県で誕生し、その後他県市にも広がっている。コロク人同様に青信号の間にペダルを漕いで、走っているように演出がなされている。2015年10月に、台北市の西門町エリアにある、田営公園で行われたマイケル・ジョーダンの、シューズブランド上陸30周年の記念イベントを、 控え、期間限定ながら、コロクジンが青信号の間に転がってきたバスケットボールを拾い、ドリブルを始めるアニメーションになった。残り10秒起きると、通常の歩行小走りではなく、上段にジャンプして、ダンクシュートの体勢になり、最後は上段に、白一式のエア上段ブランドロゴ、下段に、イベントの QR コードが表示される。これは、 イベントの告知のために設置された広告を兼ねたオブジェであり、交通法規に準拠した信号機ではない。2018年2月の台北ランタンフェスティバルでは、犬年にちなんだコロク県のオブジェ、犬、黒福佐館、孔子等が登場している。2018年以降、日田市では高齢化を見据えて、従来の20センチ角のものから30センチ角に大型化したものも登場している。 その後面積が4倍となる40センチ角のものも導入された。2019年、上述のカップル版を導入した平東県では、高齢者の多い武田郷西勢村で、年少者が杖を持つ高齢者の手を繋いで解除するアニメーションの長屋から版が導入され、この地区に多い、発火人に配慮し、ボタンを押すと、発火後のアナウンスが流れる仕様となっており、 発火後の音声ガイダンスは、平東県庁である、ハンタケシスが担当した。2020年9月、ギラン県で、交通違反取締月間に合わせて、注意を促すメッセージを歌に合わせて流す試みが、スタートした。同年11月、日田市では横断中の低闘族に対する、啓発として、カウマジ不要鑑識、シエシエ、などと歩行者に呼びかけるようになった。 コロク人は累計2万歩に達すると点灯するという、意図的なものかバグかは不明で半ば都市伝説のようなものとされている。自動車用カウントダウン表示2005年9月、台北市のデザイン会社の総経理を名乗る男が、台北市政府に対して自分がコロク人の創作者であると抗議し、案件所有を主張する市交通局と対立したため、法廷闘争にまで発展した。また、 別の台北県住民もカウントダウン機能を発案したと主張し、台湾各県市への訴訟を起こしたが、いずれも原告敗訴となっている。原告側のカウントダウン機能は自動車用信号のものであり、市交通局の導入した歩行者用のものとは異なること、また民事訴訟の事項を過ぎているとして、市の権利侵害は認められなかった。市議会議員の海外視察後に、 台北市交通管制工程ところが海外の事例を参考にしたとする市側の主張を認め、交通局が勝訴した。コロク人が台湾全土に拡大するにつれて、その仕掛けを再現する自作コロク人の制作法がインターネット上で出回り、若年層を中心にスクーターのブレーキランプ部に取り付けるカスタマイズ法がバイクショップなどで流行した。これは、 ブレーキランプの本来の機能を損なうもので、900から1800人ワンドルの罰金が課される、反則行為として取り締まりの対象となる。2016年3月18日、Google では、トップページの Google Doodle に、コロク人のイラストを掲載し、誕生17周年を祝福した。2019年9月25日、中華郵政で記念切手が発売された。ありがとうございます。